タップするとこんな感じで消えていきます。皆さんこんにちは、稲枠 TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて前回の動画ですが、 iPhone ユーザーの方、新しく iOS18 更新はされましたでしょうか。あの動画を撮ってからですね、何人かの方とお会いして更新をしたという方と、それからもう目の前でされている方、あとはね更新はしない主義だという方にもお会いしました。ですがね、更新というのは新しい機能がつくだけではなくて、セキュリティ面でも結構強化されていくので、個人的には私は更新はした方がいいんじゃないかなと思うんですが、まあその方は問題ないよとおっしゃっていたので、あとはもうその方の自己責任などになるんでしょうかね。で少し1週間ぐらい使ってみて私の感想ですが、ちょっとご覧ください。今私がこの画面上を良かれと思ってやった機能というのがここにあるんですが、自由にこのアイコンを移動したりすることができるので、これはおすすめかなと思ったんですね。これ iOS の18から自由な位置にアイコンを配置することができました。これね、パソコンで言うとデスクトップ上によくあるじゃないですか。この位置のこの辺に、まあ、まとめて仕事関係とかね、右上の方は何関係みたいな感じで自分の中で把握しながら位置を決めてアイコンを置いておくなんていうことありますからね。 iPhone でもそのようにできたので、まあこの画面というのはわざとこのように四角にしてみましたが、配置が自由にできるというのはいいかなと思いました。そしてここで見てわかるようにアイコンを大きくすることができるようになったんですよね。これも私としてはとても嬉しかったんですね。本当にここのところ急に目が悪くなってきたので字が読みづらくなってしまいました。アイコンの形、この左上にあるユーデミーですね、アイコンを見れば大体わかるので文字はなくても構わないんですね。その場合はアイコンを大きくして自由に好きな場所に配置ができるというこの18の更新というのはとても嬉しかったので前回ご紹介したんですが、この大きなアイコンに変えてしまうとこのようにグループ化したものですね、アイコンはすぐ分かるんですが、どんなグループだったかというのがちょっとね前よりは分かりづらくなってしまったんですね。このグループ化したところだけは前の状態の方が良かったかなと思います。前の状態にこのページだけは直せて、そして他はアイコンを大きくするとかね、なんかそんなようなカスタマイズができたらもっといいですよね。でそれで今回ですね、前にご紹介はしていなかったこれも便利かなという機能をご紹介しますね。インターネットを使っている時に面白い機能があったのでご紹介したいと思います。インターネットを開けますね。今私の稲枠 TV のサイトが表示されています。これね講師などが使うかなと思うんですが、例えば皆さんの中では広告とかね、そのようなものが出てきた時に、まあ、一部を消したりすることができるんですね。どういう機能かというと、この画面の下アドレスのところに左側にこのようなマークが表示されるようになりました。これ何かなと思ってタップしてみました。するとこのようになります。見てわかるようにまずはページの読み上げを開く、わかりやすいですよね前よりもね。そしてリーダーを表示、リーダーを表示というのは文字ですね、文字と絵などを表示して読みたい部分だけをフォーカスして読むことができるようになります。今回ねご紹介したいのはこちら、気をそらす項目を非表示というのがあるんですね。これ何かなと思ったんですが面白い機能でした。これをタップしていただくと何も起きないんですが、どこが気が散るのかというのを聞いてくるんですね。では例えば今回この絵はいらなくて文字を読んでいきたいなとします。そしたらここをタップします。するとこれを非表示にしますかと薄くなって非表示のボタンが表示されるんですね。それで非表示をタップするとこんな感じで消えていきます。やめたいな、先ほどの画像が見たいと思ったら
このキャンセルを押していただければサイト自体が消えているわけではないので、またこのように戻して読むことができるんですね。このさっきこの画像がふわーんと消えたじゃないですか。あれを見て、あれこれって前にあった機能に似ているなと思った方いらっしゃいますか？そうです、メッセージですね。 iPhone の方はメッセージを使う方もいらっしゃると思います。メッセージというアプリはもともとデフォルトでついているアプリなんですね。開けてみますね。こちら吹き出しのマークですね。このメッセージというのはもちろんメッセージですから、テキストや、それからここにあるように画像を送ったり、いろいろな機能があるんですね。このメッセージ面白い送り方があるんですよね。例えばこの左下にあるプラスのマークで何か写真を送りたいとします。写真をタップしていただいて、写真を選びます。完了を押して、そしてこの状態でここにコメントを入れたりしますよね。このまま送るのではなく、この送る送信の上矢印のマークをポンと押してしまうと言ってしまうんですが、これ長押しをするんですね。押してみます。長押しをするとこのように聞いてきます。ここを押していただくとこんな感じで送ることができる。あとはこのようにラウドというのはこんな感じですね。ちょっと変わってますけれども、この一番下の見えないインクというのがあるんですよね。これで送ると相手には見えないじゃないですか。じゃあどうやって見るのかというと、ちょっと送ってみますね。タップして送信をします。はい、そして送信済みになりました。これを見たい時には相手の人はこの写真をなぞらないと見えないんですね。ちょっとなぞってみますね。こんな感じでなぞると、なぞったところが見えるようになります。全部ね、なぞるとこんな感じで全部表示されるようにはなるんですが、ちょっと変わったやり方じゃないですか。またこう消えてしまいましたが、これに似ていますよね。もう一度ちょっと写真を送ってみますね。写真から、ではこの写真を送ろうとします。上矢印を長押しをして、はい、このように出しました。この吹き出しではなくて右側のスクリーンというところを押していただくと、まあこんなことができたりとか、左にスライドするとスポットライトで送信、そしてこんな感じで送信してみたり、紙吹雪やこんな感じでハートですね。このような送信の仕方もあります。ではこれで送信したいと思います。上矢印をタップします。すると相手の人がこの写真を見るときにハートマークがついてというようになるんですね。いろいろな機能があるので、ぜひ写真を送るときちょっと遊んでみてはどうでしょうか。では今日の動画はここまでにしたいと思います。iOS の更新、今回のように大きな更新では時間もね、更新にはかかりますけれども、更新の後同じ iPhone を使っているのにもかかわらず、なんだかね、新しい機種にでもなったような、そんな感じがする時もないでしょうか。ぜひ対応している iPhone をお持ちの方は時間のある時にですね、ご自宅でゆっくり更新をかけてみてください。稲垣 TV ではこのように初心者の方、中高年の方に便利で役立つノウハウを投稿しております。まだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。またね。稲垣 TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。